10月13日土曜日に開幕する年輪ピック宮城仙台2012の出場選手激励会が10月3日水曜日市役所で行われました。年輪ピックは全国健康福祉祭の愛称で、60歳以上の高齢者を中心としてあらゆる世代の人たちが楽しみ交流を深めることができる総合的な祭典です。今回の大会には滋賀県から107人が出場され、そのうち高島市からは卓球とゲートボールの2種目に8人の方が出場されます。選手の皆さんのご活躍をお祈りします。